見える開花メルマが。 こんにちは。一般社団法人会花 GP の村松大介です。本日もですね、公式 LINE ご登録者の方からご質問いただきました。この自分自身がですね、いろいろ仕事頑張って頑張って頑張っているんですけど、状況に応じてですね、このリストをされたりですね、えー、立ち合新しく仕事を立ち上げても、お客さんがなかなか来ない、来ないという状況で,ですね。この、まあ、お金が入らない状況だと。どういうふうにしたら、うまくこう、豊かな状態になるかなと。これ非常にこう、過酷なね、えー、状況で大変とは思うんですけども、そのところどういうふうにしていけば、うまくこう、うん、 の経済が流れていくかなというところの話に入りたいと思います。で、量子レベル、ミクロのレベル、素粒子層でえ自分の私たちの意識でですね、現象をこう、えー、作っていきますので、でそのところも踏まえて入りたいと思います。では画面の共有です、えー。借金の周波数と豊かさの周波数というところですね。こちら講師会員ご登録者のですね、ケさんからご質問いただきました。この後ですね、ご一緒。 私は40代の男性で、現在無収入借金のせいで、えー、人生どん底になっております大手企業に勤めておりましたが、えー、リストラされて、その後ブラック企業で過酷な肉体労働と働いていました。コロナを機にまたもやリ,リストラされていました。その後独立しましたが、新規契約も取れず、帰国、帰、えー 顧客もどんどん契約解除されていき、とうとう無収入になっちゃいましたと、2年近く、えー、借金生活で、えー、600万の借金だと。で、働くことに極度の恐怖感を持つようになってしまいます。これきついですよね。で、そのせいなのか、就職活動、就職に関する情報、労働に関する事柄に触れると、めまい吐き気、えー、胸の痛みに襲われてしまいますと。多額の借金があるにもかかわらず働くことをしようとしない状況ですと。さて、そんな中、村松先生の YouTube に 出会いました、えー、素晴らしい内容に感激しました。人生を取り戻せるかもしれない。そう感じまして、その後は先生の著書も購入し、さらに勉強しましたと。でおかげさまとか、えー、自分を生かすとかですね、感謝で満たすとか、えー、感謝のボトンを響かせるとかですね、できる大丈夫、余裕余裕、私は天の石のもとで働きます。私は私を大切にします。愛だったらどうかなと、ゴール状態と周波数を合わせるなど、いろいろと実践してみました。実践を始めて3ヶ月近く経ちましたが、現状は相変わらず 苦しいままですとで開花の観点から今後どのような努力をすれば、えー、この辛い人生を立て直すことができますでしょうかともし可能であれば先生の、えー、アドバイスを伺っていただければと、えー、何卒よろしくお願いいたしますということでね、えー、非常にこう大変お辛い状況とは思うんですけどもまず、えーとですねえー、読まさせていただいて えー、違うのがですね、間違ってるのがですね、このずれてしまうのが、生活のために頑張らなきゃいけない、そのために、えー、言葉書きを一生懸命一生懸命頑張るということなんですけども、このそ,のそうすると、真の柱が入ってないんですね。 真の中心軸の柱が入っていなくて、何のために自分の人生を使うのかっていうのを、まあ言葉で言うこと、私は天主のもとで働きますも、重要なんですけども、そこを、えー 唱えながらですね。じゃあ自分は何をなすのかな何をなすのかなって一個一個のお仕事に対して何をなすのかなっていう一個一個の、まあ、例えば、まあお仕事に入る前にですね、この自分が朝起きて自分の顔、顔を洗うとか、歯を磨くとか、えー、朝ごはんを作るとか、いった部分で、その瞬間瞬間に込めてる周波数を何を込めてやっているのかというところなんですね。この自分を生かすために朝起きて顔を洗って歯を磨いて、えー、やっていくのか、 生活費を稼い、生活できるように借金を返すためにお仕事をやっていくのか、朝、朝ごはんを起きて、顔を洗って歯磨いてって、朝、朝、朝,朝起きて、えー、顔を洗って歯を磨いて、朝ごはんをね、作ってというのを、生活をしていくため、借金を返すためにそれをやるのか、自分を生かすためにそれをやるのかってね、中心軸が全くずれてしまうと、その積み上げでどんどんずれてしまいますので、自分は何をなすのか、 っていうことを瞬間、瞬間この響かせるっていうことですね。えー、をぜひやっていっていただければと思います。なので、この、どんどん検査が苦しくなってしまう、この、就職関係のことを考えるとめまいを感じてしまうとか、吐き気を感じてしまうっていうことは、この自分が本当に自分を生かす方向ではなくって、 仕事をすることイコール苦しいっていうふうに思ってしまうので、当然体は嫌がりますので、体がね、えー、めまいとか痛くなってしまう。それは当たり前なので、人間の反応として当然なので、それを感じなくしてしまうと、う、え、つ、ー、になってしまったりするのでですね、このめまいとかを感じてしまうイコール、ずれてますよ。本質からずれてますよと。えー、何か、えー、自分を殺して生活のため、借金を返すためではなくてですね、 自分が何をなすのか。で、えー、私自身がずっとずっとずっとやってきてるのって、生活、まあ生活のためでやってますずれたので、ではなくて何をなすのかって言ったら、目の前のお人の本来の可能性を響き、出す。それは私自身が自分を封印していたところから自分を開く。ですごく高楽になりまして、まあ、妻のおかげ、家族のおかげで、えー、そのなることができまして、で、ぜ、え、ひ、ー、K さんがですね、この自分自身を封印するんじゃなくて、えー、自分自身 私自身がひたすら、えー、自分をそうすることができてで、セミナーに来てくださった方々のその方お一人お一人の本質の可能性をひび響き出すということをさせていただいて、その方々がトレーナーさんとして、えー、どんどん,どん,どんこのご自身の、えー、家庭とか職場がどんどん動いて、えー、物質側ではなくて周波数側から動いていく風になっていくということで、えー、素敵きな、ね、人生を歩んでおります。でこの間もです、ね、お話しさせていただいたただ えー、あるとある社長さんなんですけどもその方が小学校まあ家庭環境が大変すぎてですね、えー、家元にいなくて家出してたっていう状況だったらしいんですけどもでも学校も行けてない状況だったのがにこう中学校の時に担任の先生にねこのすごくこう心寄せていただいてで自分がすごくこう運ばれてる運ばれてるっていう風に感じられるようになってで この今、会社をですね、やられてるんですけども、そうすると、やっぱり自分がこうやってい自分を生かすことができるっていうことを、そのお客さんに対してひたすらひたすらやってると、自然とお仕事がわわわわってこう大きくなられてるんですね。で、その方も私もこの大きくしよう、大きくしよう、ねえー、っていうふうにやって。 わけではなくてただひたすら目の前のお方の本質を響き出すってことところですごくこう、うん、共通しましてですね。だからあの大きくしよう大きくしようとか豊かに、えー、大きくしようってやってるとどこまでも際限なくこう心が満たされてない状況だと思うんですけども、うん、目の前の人ひたすらこの本質の生き方に にね、えー、気づいてもらうと、そこで気づくと、そのたんびそのたんびそのたんびに、私にとって喜びですし、その社長さんにとっても喜びですので、で、えー、常にこう仕事が本当に幸せでありがたい。 状況なんですね。そうすると、経済も自然とこう流れが良くなりますので、借金を返すため生活をしていくためではなくって、えー、自分が何をなすのかで瞬間瞬間どのような思いで接しているのかという、えー、響きをぜひ、えー、感じながらやっていっていただければと思います。関連動画ですね。こちらにつけさせていただきます。エネルギーをどんどん動かしたいという方は快活でセミナーのご案内をこちらにつけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらです。では、今日も最高素敵な一日を過ご しましょうさよなら